リニアテープオープン。リニアテープオープン。リニアテープオープン。略称、ルトは、コンピュータ用の磁気テープ技術。一社独占的な DLT や AIT に代わるオープン企画として、シーゲートテクノロジー、ヒューレットパッカード、現、ヒューレットパッカードエンタープライズ、IBM の3社によって、開発、策定された。ルト技術の標準のォームファクターは、 ウルトリアムと呼ばれており、主にバックアップやアーカイブ用途として、コンピューターシステムで利用されている。2000年に発売された第一世代、ルトマイナス1の量は 100GB であったが、2017年に発売された最新世代のルトマイナス8は 12TB の容量を同じカートリッジサイズで実現している。1990年代後半、 クアンタムの DLT とソニーの AIT は PC サーバやユニックスシステムの大容量、高速テープ記憶装置として主要な位置を占めていた。反面それらの技術は権利関係の制限が厳しく、ベンダによる商品化の足かせとなっていた。そこで IBM、HP、セアガテの3社はよりオープンな仕様を策定することでこれらに対抗しようとメロン、 IBM ツーソン研究所が20年間蓄積した業績を拡張してルトを企画化した。2017年現在は IBM、クアンタム、HP のテクノロジープロバイダーカンピニツ、TPCS が開発、ライセンス管理及びメディアの認証を主導している。ルトにはウルトリアムとアッコセリーズという二つのフォームファクターがある。2006年現在、 ルトウルトリアムの製品ばかりで、市販のルトアッコセリーズドライブやメディアは存在しない。8mm テープ幅、2リールカートリッジ、高速アクセス重視、ソニーの AIT によく似ている。アッコセリーズはデータへの高速アクセス、特にテープの中間地点にアクセスする時間を最小限にするために2リールカートリッジを使って1997年に開発された。IBM の 短命に終わったがこのコンセプトの宣伝となった。実際のパフォーマンスは、ウルトリアムテープフォーマットより悪かったので、アッコセリーズの需要はなかった。アッコセリーズと似た AIT を販売していたソニーでさえ、その改良型であるせいでは1リール、1、2インチフォームファクターを採用した。1、2インチ、1 2 6 5ト、mm、ルテープ幅、1リールカートリッジ、大容量重 クアンテムの DLT とマグスターによく似ている。1、2インチ磁気テープは50年以上、データ記憶装置として利用され続けてきが、ウルトリアムは事実上 DLT を置き換えるために開発された。ハートリッジの外形寸法は102.0、105.4、21.5である。過去のテープ資産を有効に活用できるようにするため、広報互換性を核として求めており、 その世代から少なくとも1、または2世代前までのカートリッジを読み出すこと、同様にその世代のカートリッジと、その直前の世代のカートリッジに書き込むことが可能である。ルートコンソーシアムから、これまでメディア認証を受けた企業は、イメーション、富士フィルム、マクセル、TDK 及びソニーである。イムテックは2003年にイメーションに買収された。 TDK は2013年にテープ事業から撤退することを発表した。2017年現在、最新世代のルトマイナス7の認証を受けた企業は、富士フィルムとソニーである。全世代のドライブで利用可能なクリーニングカートリッジ、ユニバーサルクリーニングカートリッジス、略称 UCC もある。カートリッジの外観色は HPO を除き、各社統一である。詳細は、 カートリッジの色。磁気テープに記録再生を行うテープドライブとドライブへのカートリッジ入れ替えを自動化するテープライブラリーが主な機械装置である。テープドライブのフォームファクターはフルハイトとハーフハイトの2種類がある。データの記録再生はファイバーチャネルや SAS を通して行われる。ルト -1 テープフォーマットは将来への拡張を見据えながらも 迅速に開発、販売できるようにデザインされていた。そのために難度の低い技術を用いて作られていた。すべてのルトカートリッジはカートリッジメモリチップを内蔵している。ルト1から3では32バイトのメモリブロック128個からなる容量4キロバイト。ルト4から5では8キロバイト。ルト6から8では16キロバイトである。 非接触型 RF インターフェース経由で一度に1、ブロックの情報を記録、再生できる。ルートドライブはこの機能を標準で備えている。CM 情報はカートリッジの種類や世代の識別、テープのヘルスチェックなどに利用される。例えば、ドライブで記録、再生を実施した後は、その時のリトライ回数が CM に記録される。ルートでは、テープ上の欠陥、 オフトラック、付着物などの理由で記録、再生に失敗した場合、リトライを実施する。テープが正常な場合、リトライ回数は十分低い。テープにトラブルが生じた場合、これら値100から1000のオーダーになる場合がある。すなわち、テープのおよその健康状態を推定することも可能である。手持ちサイズの外付けの CM 読み出し機もある。大規模なシステムの場合、ルトは、 テープライブラリーと合わせて利用されることが多い。カートリッジにバーコードラベルを貼り付けることで、バーコードリーダーを備えたテープライブリは、テープ画のスロットに格納されているか、その位置を把握することができる。通常バーコードは8桁の A 数で構成され、先頭の6桁はユーザーが任意に定義してよく、最後の2桁は以下の通りカートリッジの世代を示す、L1、L2、L3、L4? L5, L6, L7, M8, L8, LT, LV, LW, もしくは LX。ルートはドライブに圧縮機能が実装されている。データ圧縮方法はルート DC と呼ばれる。これは LZS の一種であるアルドックと呼ばれるアルゴリズムを使用している。ルート DC は圧縮の効かないデータ、つまりすでに圧縮されているデータやランダム度が高く、 圧縮アルゴリズムを適用しても小さくならないデータには圧縮しないようにデザインされている。以下は、カルガリーコーパスによる種々の圧縮結果の比較である。通常コンピュータに保存されるデータの中で、プレーンテキスト、原画像、データベースファイル、TXT、ASCII、BMP、DBF 等の圧縮率は高い。一方、暗号化されたデータすでに圧縮されたデータ、 PGP, ZIP, JPEG, MPEG, MP3 等に対して圧縮を試みるとサイズは増加する。ルトテープドライブでは圧縮が効かないデータを検出することによりこの膨張を抑制する。ルト7の最大巻き戻し時間は108秒である。テープの全容量まで書き込んだ場合はテープの発端で書き終わるので巻き戻しに時間はかからない。 ルト7のテープの平均飼育時間は56秒である。ルトに限らずストレージデバイスには一般にエラー訂正アルゴリズムが組み込まれており、ルトはリードソロモン符号の二重エラー訂正を実装している。ルトはユーザーデータをトラック方向及びクロストラック方向に数十から数百バイト並べて二次元的なマトリックスを生成し、 その横一列のデータから計算した C1 パリティと縦一列から計算した C2 パリティの2種類をユーザーデータに合わせてテープに記録する。このうち複数個のデータが読み取りできなくても同じ列の読み取り可能なデータから計算することで読み取れなかったデータを算出、再生することができる。1トラックまたはテープメディアの 32mm 以下のデータを失った場合でも データを復元するる。ことができるルトは書き込みヘッドの後方、テープ走行方向に対して、下流側に読み取りヘッドが配置されているため、ドライブは記録したデータが正しく読み出せるかをリアルタイムに検算し、必要であればデータをテープの別な物理位置に書き直し、リライトすることができる。これは、リードホワイルライトと呼ばれる機能であり、転送速度を犠牲にすることなく高い。 データ信頼性を実現る技術である HDD や光ディスクではリアルタイムなデータ検証が不可能であり当該機能を実現しようとした場合実行的な書き込み速度が半分になるリライトはエラーがなくなるまで繰り返される推定ルトウルトリアムテープには5本のサーボバンドに挟まれた4本のデータバンドがあるデータバンドは3、1、0、2と テープウェガーから番号が付けられていて、番号順にデータが埋められていく。さらに一つのデータバンドに着目した場合、その領域は数十本のラップに分割される。例えば、新品のテープに書き込む場合ヘッドはデータバンド0のラップ0に位置決めされる。ここからテープが走行しヘッドのすべての書き込み端子が同時に書き込みを行う。テープの末尾に到達するとヘッドは、 データバンドは変えずに次のラップへ直角に移動し、テープを先ほどと反対方向に走行させながら書き込みを行う。最終ラップへの書き込みが終わると、ヘッドは次のデータバンドへ直角に移動する。結果として、書くデータバンドに蛇が2画曲を巻いたようなパターンができる。テープにデータを埋め尽くすのに必要なパスの数を求めるには、ソートラック数を書き込み端子の数で割ればよい。 例えば、ルートマイナス8テープは208パス必要となる。ルートマイナス3からワーム機能が搭載された。ワームカートリッジはデータを読み出すことはできるが、消去したり上書きすることができない。法令が要求する監査調整のため等に有効である。ナオルト CM がワームであることを示していることを除けば、普通のルートカートリッジと同一である。 カートリッジ内のテープメディアについては違いはない。一般にワームカートリッジの色は普通のカートリッジと異なる。ルート4からテープドライブ内での暗号化機能が追加された。ルートドライブはテープに記録する前にデータを暗号化する。万が一カートリッジを紛失してもテープに記録されたデータは読みせず、情報の漏洩を防止することができる。暗号化の管理方法は、 テープライブラリーやキーマネージメントインターオペラビリティプロトコルがある。暗号化アルゴリズムは ICE GCM である。データ改ざんの検出が可能である。ルトマイナス5からパーティショニングが可能になった。ルトマイナス5は2分割に、ルトマイナス6、7以降は4分割まで対応している。ルトマイナス5からサポートされたテープフォーマットファイルシステム。 メタデータとファイルをテープ上の別パーティションに記録することでテープ中のファイルがあたかもディレクトリ構造を有しているようにユーザー、アプリケーション側から見える。テープメディアを一般的なディスク媒体もしくはリムーバブルメディアと同様に扱うことができるようになる。ルートマイナス8からサポートされたフォーマット技術。ルートマイナス8ドライブは未使用のルートマイナス7メディアを Type M-8 メディアとしてフォーマットできる。これは、ルトマイナス7メディアの容量を50%増に相当する QTB に増加させることを可能にする。ユーザーは既存システムのドライブをルトマイナス8へ交換することで、手持ちの未使用のルトマイナス7メディアを QTB で利用できることを意味する。IBM 3592にも同様の技術が実装されている。 テープデバイスはメディアとヘッドが接触した状態で記録再生を行うので長時間の利用はヘッドの汚れを引き起こしをきせぬリードライトエラーにつながる場合もあるウルトリアムではヘッドをクリーニングするためのクリーニングカートリッジが各社から販売されておりユーザーは各自の責任でヘッドをクリーンに保つ必要があるその一方でこれはヘッドを研磨するので過度な使用は ドライブの寿命を縮めることに注意しなくてはならない。ルートドライブはクリーニングが必要になった場合、LED ディスプレイに表示される。HP ルートドライブのクリーニング方針は他社と異なり、クリーニングカートリッジがロードされてもドライブがクリーニングの必要がないと判断した時には、クリーニングは行わない。テープメディアに付着したデブリをあらかじめクリーニングして販売しているベンダーもある。 バルク正直を使うと、または他の強力な磁場にカートリッジをさらすと、そのカートリッジは因後使用不能になる。これはテープ上にあらかじめ実機的に記録されたサーボトラックが消去されてまうためである。テープの利用、保存環境はベンダーからスペックが提供されており、ユーザーの責任でこれらを遵守する必要がある。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。